腹巻くって言ったね。じゃあベースにちょっと砂かけてください。どれだか分かんないけど。リセットリセットされてるのかな。多分ない。引き続きなのか。さっきよりはね、いいと思うよ。経験値。ヨガさん、勝ちもちょっと手伝ってもらっていいですか。変わった変わってくんの、変わってないです。いやいや、さっきのでやってたっていう条件つけやがね。さっきの方だったら、この回きついかなと思ったけど。バッター打ったら走ってよ、ちゃんと。ファルファルファル。誰かの携帯が。携帯だろ。スマホかな。誰かが演奏しちゃう。リコーダー。そっちか。ワンサイド。今はワンサイド。何の練習？一度前、一度前。いや、一度前、一度前。さっき一回の表で調子よかった。足押せ足押せデブの通るようなのになんでこれだけ足押すんだこんな場所が悪かったビビりすぎ
ルボールワンストライク。エビちゃんあるよ。ボール。これだとダメなのか。多少良くなってる。上から入らないの、横から入るからね。入ってきたの。あ、そうなんですか。なんで下投げてんの。もったいない、上早いの。それか。長さん、かよかな。ピッチャーいないのかな。同じものがある。ゴールがずっと上がってます。上から投げた方がいいって、横からじゃなくて。上から投げた方がいいよね。3ボール、1ストライク。早いんだから。ほら。全然違う。ピッチャー変えた方がいいって。コントロールが。なんだ、今日カラス多いね。どっか死体でもあんじゃん。そう。あ、タジタジ、スコア書いて、書いてる。あれ。え？おい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 。野球やってんのか、おい。あ、足音がいいよ。サード、野球やってくださいよ。集中集中。そんな。走って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 。よしよしよし。ナイスキック。ナイスラン。ナイスラン。よくやったよかったよかった。よし。結果オーライ。あそこで慌てる必要なかったね。結果オーライ。バックオーライ。だって待ってるよ。フォアボールだもん。引っ込まないで。ゴー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 、はい、どうしたんだろう。あのさ、悪いんだけどスパイクの人そこ歩かないで。その音はキュッ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 、嫌だね。黒板の嫌な人、黒板の音やめて。セカンドランナーどうなってる。セカンドランナー、あれちょっとセカンドダメだよ。今のはホームとはわけ違うのちょっと、あ、誰かスタジオ行ってくれた。ちょっと終わんないからさ、もう走るのやめよ。でもさ、今何だよ。いや、うちのチームにセーフティーリードないんだからさ。ねえ、うちのチームにセーフティーリードないよ。今何だよ。でももう10点差ぐらいついたら。いやいやいや、10点だったら危ねえだろ。ボールなし。えいえいえいえ、序盤だからね。盗塁はつかないよ。もちろん。言っちゃダメだよ。あれ。そっか、言ってないのか。でも、北さん俺が投げようかなって言ってるから、20点ぐらい必要かもしれない。え、本当に20点。セーフティーリード。うちにはそういう言葉はないからね。20点あれば大丈夫。いやいやいや、終盤だったらいいけどね。序盤だからね、まだ。おおおお、オーバーランかと思った。盗塁1で。盗塁1で。顔を通る。彼女メールやり始めたぞ。ここには置きたくないらしい。ほら、ちょっとアングル変えといて。台座してみたら。オッケーオッケー。開けた。地面ばっかりです。ワンアウトかな。俺のヒットだ、どうだ。どうだね。1アンダー。1アンダー。あー、宇佐美さんのヒットだよ。教習。2アンダー。
取られちゃった。たまにああいうの来られると困る ね安心しきっちゃう。でも荒れてるから逆に怖いよ、うん、いや、そこ的には大丈夫だよ。3秒強襲じゃなかったの。だいたいストライクゾーン付近に来るなって分かってるさ、思いっきり振れるさ。さっきのね、あれ田島さんだっけ、まあ、田島さん取られるやろって言ったら君たちの場合、ほらゆっくりだよ。俺の場合、なんか本気のモードに入って、ね、なんか球速くなってる。そんなことないやろ。ゴー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 。ダメか。無理しないでいいぞ。10人目の守備がいるからね。10人目の敵だ。壁が全員ストライク。そう。ボール。さっきのツッキーのやつ。確かにあれはちょっと。でもちょっと速度がね。めっちゃ沈んでる。この前のピッチャーどうしたの？ちょっと。いないの？いや同じ人だって。違うじゃん。いや背が低い人。同じ人投げてなかった。同じ人だって。ハちゃん。投げ方変えただけ。ね、あ回れ。ショーストップ、ショーストップね。あれでもさ、あれでもセーフになっちゃうね、みんな。あれ今のヒットになるの。今のヒット。触ってねえんだ。完璧そう。あ、触ったんだっけ？触ってますよ。触ってないよね。違う、ほら、あの、触ったです。ヒットでいいよ、ヒットで。初ヒット。ラメイン。カムバック記念。カムバック記念で。そうだよね。カムバックセーフ。あー、やばい、あれだ、これで調子がエクスコンしたよ、ツッキー。ああいう球は意外に苦手やわ。今日大変なことが起きました。村田さんとダメンズ入ったと思うんですよ。ダメンズとやらないから大丈夫。俺ダメンズ戦はやらない。村田さんがダメンズ入ってる。全然何ニュースでもないさあさあどうでもいい。大ニュースでとか言ってさ、メールさ来てさ言わない方がいいな。村田なんて別にいいんだよ。よく出たやだ。ミフィミフィサップサップあーでサップサップ。特にあの上野長坂がいるところ別にいい気にしない気にしない。長坂さんもういねえっすよ。えやめたんだっけ。誰長坂です。長坂が、うん、なんかそうだろう、ね、また問題起こしたりしよう。あーぐるぐる言ってた。まあでもそういう人はどこやねでも俺長坂と上野は同じだと思ってるけど。あれ小島さんそうか。で結局同じ人種だと思ってるけど長坂上野は結局よ。だからお塩来てる。はい、すいません。なんかバッテリーでごちゃごちゃしてたみたいよ。バッテリーなんかようほら打たれるでしょ。打たれて。あ、何池田長坂ってこと。違う。あの長坂のピッチャーでキャッチャーがよくなんかわかんねえ、なんか下の子らしいんだよ。あー、それで、まあ、ようほら打たれて、まあ、キャッチャーのせいにして。あ、いつものことじゃない。そういうリスクを抱えてチームに入ってもらってるんだからさ、こんなのもうそんなのダメ。詳しく聞かない。ダメ の, あのリーダーが悪いよ。俺も詳しく聞かなかったけど、うん、あ、そうなんだって言ってこういうのは分かっててさ、採石してもらってんじゃん。俺の方がマシだって。よし、俺投げちゃおっけ。何をちまえったのか。俺は、俺もルーズベルトゲーム。何のことだかよくあんな工藤のさ、あいつみたいに早いな、たぶん、悩んでんだからさ。あれね、工藤の息子はあの、速いやつ投げて起き上がったやつは、うん、あ、そうなんだ、うん、あ似てるよ、目が似てるよ、似てる目が似てる。そっくりあれはそうなんだ、うん、あーがい、もう、ワンサイドになっちゃったね、もう上から投げた方が勝てなくないのか。そうだよね、そう思うよ、もったいないよ。サード、サードから、あ、言った、パスに行った。上から投げても入るよ、うん、そうだね、やめない。パニクってるあれ、ワンナウト、まだワンナウトです。ワンナウト、さあ、田島さん、いいとこ、ってこい、いいとこ。あれでもついて、うん、じゃあ、パニクチューマちゃん、もしかしたら。オーケー、いいよいいよ。
いいスイングはバッチリ、いいスイング。ピッチャー増やすもんじゃない、もしかしたら。ああ、なるほどね。いや、いいとこ来てる、いいとこ。9か。超昔内側にブラックスで決勝した時の感じだよ、なるほど。全然ピッチャーが入んない。ナイスナイス、いい数来たよ。涼しい、涼しいね、涼しい。今日は暑かったもんな、なんだかんだ言って。そうですね。あ、ナイスナイス、ナイスナイス。ループナイス1本カツアンだ。名古屋さん、ナイスバッチング。それで気分よくなれるから。あ、振っちゃってる。今なんかあれとか言っちゃってる。あれとか言っちゃってるし。投げればいいの、これ投げれば。これ投げ打てないから、うちら。相手にならば。上から投げた方がいいって言ってたよね。上からもほら、入りつつあるじゃないですか。気持ちの問題だよ。いいとこ来てるよ。うん、そろそろそろ。それの方がいい。絶対そうない。もう遅いかもしれない。スリーボールワンストライク。みんな気楽になっちゃってるから。はい、ストライク入ったらうちは打てないですから。パワーロング。やりたくなくなっちゃうよ。やっぱピッチャーって重要だね。え？ピッチャー重要だね。しっかり止めたね、しっかり。重要っていうか、ちょっと問題だね。問題だったって。周りの人が何も言えない。お前交代って。いやいや。でも交代しようかって。え？交代しようかって。でも上から投げた方がいいですよ、言っちゃったね。おーファーストに見てサードに出た方がいいよ、ごめん。ずっと言ったり言ったり言ったの。ちょっとだけ入んない。言えないんじゃないの。オッケー、あー、もちろん。もうダメだ。これでもう投げられた。これでもう交代した方がいいよ。ゴー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 。三つ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 。これでもう。ガイバッチー。ガイバッチー。いい当たり。ノックダウン、ノックダウン。えい。ノックダウン、ノックダウン、ノックダウン。ノックダウン。まずほら腹口が出そう。はい。次やんねえ。なんで取ってんのか。いや。あの状況であれ打たれて、なんないそうじゃん、もう精神的にもダメでしょ。フォアボールだけど。ほとんどは。ほとんど押し出し。なんで一桁ですね。
久々に一塁からホームランで久々に走ってきて、ダメージは伊藤君が投げてるって。え、伊藤君が投げてるって。伊藤君、いや、中間口見ていい、みんな伊藤君ずっとフォームを出し続けてる。いや、ああ、ってきね、ずるい人打たれるよ、フォアボールだな。打てる、40点以上よかった。でも、声かけない。ダメージ。40何点以上。40点以上。ああ、俺いなかったけど。手はないよ。手は取られて、手取られたっけ ?40 みたいって覚えてるよ。あんまり熱いんで。あいつらほら。9問。自分本位、自分の成績しか考えない。いいと投げるね。関係ない。成績っていうか40点取られても成績も何もねえだろ。もう誰も何も言えない。あ、いい球投げる。早い早い。いい球投げるね。俺と勝負してくれ。20点。19つってるよ、向こうの人。あれ、三振？何の芝居ですか、今の。何の小芝居ですか。いきなり三球三振。三球三振、局面が一気に変わった。全然さっきと違うかって言ったらさ、当たり前じゃない。当てろっしょ。何なしてお前か。今もう怒りが煮えたぎってんだよ、きっと。おっ、あたまに当てんなよ、危ねえから、こっち当たったたまに当てんなよ、危ねえな、こっち。さあ、勝負打ちましょう。たまにストライクとさ、たまに当たるんですか。確率じゃない。暑いね。暑いね。やべ。OKOKOK。ナイカット。あれこそカットだ。あ、すみません。ナイカット。はい、ツーボール、ツーストライク。当てろ、当てろ。チップだ。もうちょっとの。終わった。すげえ、20分もやってる。